小麦農家を悩ませる赤サビ病。ここ数年、赤サビ病の発生が目立つようになっています。赤サビ病は一度発生すると蔓延して止めることが難しい。多発すると 2,3 割程度減収するケースもあり、赤サビ病対策がより重要になってきています。そんな小麦農家さんの声に応え誕生した殺菌剤イントレックスフロアブルが赤サビ病から大切な小麦を守ります。イントレックスフロアブルは新規有効成分ゼミウムを配合した SDHI 系統の殺菌剤。ここでイントレックスフロアブルの4つの特徴をご紹介いたします。ゼミウムは小麦の赤サビ病やバレイショ、偏菜の主たる病害に対して優れた予防効果と治療的効果を有しています。またゼミウムは植物のワックス層に強く吸着し、断続的に植物体内へ取り込まれるため残効性に優れます。ゼミウムはワックス層から葉内に取り込まれ、葉表から葉裏への伸達性だけではなく葉先への吸張的な移行性があります。さらに小麦の葉を用いた移行性試験でゼミウムは葉先に向かって移行していることが確認され、より安定した作物保護効果が期待できます。通常の地上散布方法に加え、無人航空機での散布が可能になり、さらに使いやすくなりました。赤サビ病を長く抑える効果に驚きました。イントレックスフロアブルには今後も赤サビ病の期間剤として期待しています。赤サビ病の発生がほとんどゼロに近くなりました。秋巻小麦での赤サビ病の被害は大きかったので本当に助かりました。来年も同じ時期の散布を予定しています。赤サビ病から大切な小麦を守りたい。殺菌剤イントレックスフロアブルは赤サビ病を抑制し、高品質な小麦生産に貢献します。 BASF We create chemistry.